こんにちは、即果塾の久保です。まあ現在ね、世界の経済地図ってのは大きく塗り替えられようとしております。そしてそれがほとんどですね、完成してるんじゃないかなって言えるのが、やっぱりアメリカと中国との関係ですよね。でも以前は日本が世界の経済を握っていました。まあ現在でもその力はあるんですけども、経済大国としては世界の第2位から第3位と転落していって、これから10年、 20位ぐらいまで下がっっていいくんじゃないかなかうふうに日本の先行きは危ぶまれているわけですよねそこでですね今世界を支配しているのは一体何なのかなってことをそこを生産量で示した図が来てるんですよねこれが「週刊中年ジャンプ」のストーンさんからかなりねよくまとめられてるんですよまあ、ですのでそちらの方の動画を見ていただきたいんですけども、えー、簡単に言うとですね鉄の生産量が世界を支配している パーセンテージとものすごく相関があるよってことなんですよね思えば日本が戦争で負けて徹底的に都市が破壊されてそこから復活したのは1950年から55年あたりだったと思いますここから高度経済成長がぐっとねイザナギケーキとともに持ち上がってきたわけなんですけどもその背景には一体何があるのかつまりは鉄の生産なんですよまあそうですよね隣国では戦争が起きてそのための資源調達に 日本は使われたという経緯もありますし、日本が戦後の復興を遂げる中で、世界中から日本に鉄の注文が来ていたってこともあります。日本は鉄鉱石を輸入して、それを加工して、それを製品化したものを世界に輸出して、メイドインジャパンという国印のあったね、商品が世界中に並んだわけなんですけども、ことに、文明社会では、鉄の需要っていうのはね、急速に高まる傾向があるんですよ。例えば、車、家、 鉄道、港湾施設、その他、鉄にまつわるものは、今で言うとね、パソコンやスマートフォンの鉄で作られている部分が多いです。つまりは、鉄が世界を支配する、そんな時代があったわけなんですよね。今回の動画で、ストーンさんが語られているところ、前半、そちらの方にしっかりと目を向けていただきたい、この素行生産量というね、キーワードですけども、こちらの方、注目して見ていただきたいと思うんですよね。えそしてですね、その素行生産量に変わるものが、今度はね、 シリコンの生産量なんですよ。素光生産量、つまり鉄というのは、主にはものづくりの社会で通用するものでした。でも今、急速に世の中は、情報が必要とされている時代になりました。情報を流通させるものとして必要なのは、もちろん鉄、アルミというのもあるんですけども、実はね、シリコンですとか、レアメタルってものがかなり重要な資源になってくるんですよ。そしてシリコンもレアメタルも非常にね、 鉄に比べると算出が難しいわけなんですよね。の、まあ、で,で今回はこういったハードウェアを作るために必要だった鉄からソフトウェアに必要なシリコンですとか半導体 IT の必要不可欠とされているレアメタルってものが世界を握る世界の支配を握る資源になると考えられてるんですよねこの辺もストーンさんの動画の後編でかなりうまくまとめられてますので 私たち、日本がなぜね、衰退したのか、そしてなんで成長しないのか、この辺を紐解くためにも、ぜひね、動画の方をご覧いただきたいと思います。それでは、ストーンさんの動画始まります。かなり面白い内容になってますので、20分ほどありますけども、あっという間に見入ってしまうと思います。それでは、画面切り替えます。どうぞ。こんにちは。週刊中年ジャンプ編集長のストーンです、えー。今回はですね、お金の勉強シリーズなんですけれども、過去の事実から学ぶ、 経済失速の理由ということですね、えー、この経済というのは日本の経済のことになります、えー、こちらのお話をしていきたいと思いますねこの動画はですね、えー、お伝えしたいことが二つありまして、えー、まず一つ目はですね、あのー、なぜ日本の今この現状ですね、えー、経済低迷している現状こん,なこんな風になってしまったかということですねこれを過去を振り返ってですね今きちんとしたデータがありますのでそれを見ながらですね えー、お伝えしていいいきたいなと思いますそうするとですね何が原因だったのかっていうのが分かってきますので、えー、そういったことが分かる動画になってます。であと1点なんですけれども、えー、こちらはですね過去のその過去を検証することで、えー、正しい情報を頭にもう一度入れてですねその頭で現在現状を考えた時にですね、えー、どういうふうに見えるかっていうあの練習というか訓練ができますので。 えー、これは今回のこのテーマに限ったことではなくて全てにおいてそれは重要なことだと思うんですね判断が間違えると全てが間違えてきますので、えー、そういった正しい判断ができるような、えー、考え方ができると考え方が、えー、身につくというような感じですね、えー、この2点がありますので最後までご覧いただければと思いますはいそれではですね鉄は国家なりっていう言葉があるようにですね、えー、鉄っていうのはあの人の人間の生活に必ず必要な ものなんですね、えー、建物を建てたりとか、えーまあ、橋を架けたりとか車を作ったりとかですねこういうパソコンなんかの家電製品を作るにもです、ね、鉄っていうのは必ず必要になってくるんですねでこの高品質な鉄をどれだけ作れるかっていうのが国の力、まあ、国力の指標になったわけなんですよね、うん、そこからですね「鉄は国家なり」っていう言葉ができたんじゃないかなと思います、はいえー、そこでですね、えー、ここでちょっと 恐ろしいデータがあるんですけれども、ちょっとここから表を見ながらお示ししていきたいと思います。ではこちらの表をご覧ください。こちらはですね、2020年の国別の素行生産量というものですね、えー。これは鉄の生産量と言っていいと思います。これ1位がですね、まあまず中国が来るわけですね。中国来るんですけれども、この桁が違うんですよね。こちら、10億5300トン。 10億 5, トンですねで2位のインドは、えー、9960トンなんですねもう桁がこう変わっちゃってるんですよねでこれ先ほどあの鉄の生産量っていうのは国力を示すってことでしたねでこれを見るとですね中国っていうのはもうすでに地球全体を支配してもいいぐらいの量を作ってるわけなんですよね、えーまあ、ちなみに日本はですね8320トン20万トンですねでその後ロシアアメリカ韓国と来るんですけども まあ割と先進国っていうのはそんなに思ったことないんですよね。まあこれ、こちらもですね、このデータのこのなぜこういう量になったかっていうのもですね、後々ちょっとご説明していきたいと思うんですが、まず中国のこの全体のですね、地球全体の2020年の鉄の量ですね、これの56%を占めているという量なんですね。これが驚き。でも、しかしですね、こちらは中国はえまだですね、世界制覇を 今してるということではないわけなんですね。現状は。それはまあ何なのかっていうのもこれからご説明していきたいと思います。はい。それではですね、次のデータですね。こちら。ちょっと見にくいんですけれども、拡大してるんでね、全体のこう、表なんかちょっと見切れちゃってるんですが、まあこのグラフだけ見ていただければと思うんですね。こちらがですね、世界の底生産量をグラフにしたものですね。世界というかまあ各国ですね。 えー、なってますでこちらからですね1950年なんですね、この子が一番端がですね1950年はですねアメリカがもう断トツなんですね、これ、即興生産量、鉄の作ってる量ですねで、それで、まあ、1955年、60年と来るとロシアがですね、ロシアというかソ連ですね、この時代はソ連がぎゅ、まあ、ーんとこう上げてきてるんですねこうで、アメリカに追いついてくるということなんですね。まあ、この2大大国 でそれをですね、この黒い四角の点ですね、これ、黒。これは日本なんですね。で、この1960年からですね、75年、ここがですね、この急角度でこう上がってるんですね、ロシアよりも急にこう急上昇してるんですね、これが日本です。この期間を高度,成長高度経済成長期とよ呼んでるんですね、この急角度。はい、でですねあの、こちらですね。 この表特徴がありましてそこを生産というのはこうギューンと上がってですね一定のところに行くとですねこう横ばいを示すんですね一定のところで横ばっちゃうドイツなんか見ていただいてもですねこれちょっとなだらかなんですけどもグーッと上がってきて横ばっていくっていうのがね、えー、あるんですねまあソ連もそうですね上がってまあ横ばっていくっていう、まあ、こういう,う特徴を持っているということなんですね こちらもですね、えー、ちょっとご説明しますと、なんでそうなるかというと、一、えー、人当たりですね、年間鉄の量、これがですね、一人当たり年間の鉄の量が5 0 0ラムを超えると、もう物はそれ以上いらないということになるようなんですね。人間というのは5 0 0キロの鉄を使ったものが周りに、年間にあると、えー、まあそれ以上使わないというようなことになるので、まあ一旦ここで頭打ちという、鉄の量というのはだから、 ある一定の量で頭打ちを迎えるということなんですねでこの表を見るとこの赤いのがこれ中国ですねこのギューンといってるのが多分もうこの辺りまで来てるんですね、えー、なんですが、まあ、大体数を見ると人口から見るとやっぱり中国もそろそろ頭打ちになるんではないかなというふうに思います、えー、もう一点ですね、えー、この時期日本がどうしてここまでこう急激に成長を遂げ,られる遂げることができたかっていいますと まあこの一つの要因としてはですねこの1950年代にですね日本も溶鉱、えー、炉っていうのはあったんですけれども、まあ、古,い古,古い技術で、まあ、小さい溶鉱炉だったんで、えー、この伸びる直前にですね新しい技術がオーストリアでで出てきたんですねでその技術を取り入れて、まあ、小さい溶鉱炉が溶鉱炉だったんでやり替えるのが簡単だったんですよね建て替えというか入れ替えが。で その新しい技術でギューンと伸びたと。で、一方アメリカはですね、もともと大きかったんですが、まあ古い技術を使って大きい工場だったんで、そう簡単にはこう建て替えができない、やり替えができない状態で来たので、まあ日本にすぐ追いつかれたというようなことがあるようですね。このようにですね、急激にこう伸びてきたこの要因はですね、えー、やはり新しい技術が出てきたタイミングと、それを取り入れたタイミングですね。あとはその日本の 状況、あの、経済状況とかですね、えー、その状況が良、えー、かったと、そのタイミングがマッチしたので、えー、このようにですね、高度経済成長期っていうのを支えたと言われております。しかしですね、鉄というのはすでに主要資源ではなくなってきているということなんですね。えー、そのことをですね、こちらのグラフでご説明していきたいと思います。えー、こちらはですね、この黒い方、これ日本の 速攻生産量です先ほどのグラフですね日本の素光生産量があってこちら青いのはですねこれがシリコン単結晶っていいましてこれはあのコンピューターの材料ですね簡単に言うと、まあ、そういったものですね、えー、なりますでこちら鉄の方ですけれども50年代1950年代から70年代にかけてですね、えーまあ、急激にこう伸びてきた、まあ、先ほどお話した通りなんですけれどもでここ72年にですねオイルショックがあったんですね ここでまあ時代が変わったということなんですね。もうこれ以上伸びなくなって時代が変わったぞということなんですね。で、この鉄の代わりに伸びてきたのが先ほどのこのシリコン単結晶っていう、まあえー、情報通信関係の材料ですね。これがギューと同じようにこう伸びてるんですよね。これ同じじゃないですよ。これずらしたわけじゃなくて、えー、こっちが鉄でこっちがシリコン。だから物ですよね。物からこう情報にこう。 時代がこう変わったんでですねねここでね、はい、ということがやっぱりこう中国が今一つこう、えー、まあいいことでもあるんですけど世界制覇ができていないというようなことにもつながるんではないかなと思います、まあ、このようにですね産業自体が大きな流れがですね、えー、鉄の生産からシリコンの生産ものから情報に入れ替わったということですね、まあ、こういうのがすごくよくわかるグラフなのかなと思います それでですね人は知識が頭に入ってくると物がいらなくなるという性質があるようなんですよねでどういうどのくらいの知識が入ってくるとどのくらいの物がいらなくなるかっていうのが、えー、まとめた表がこちらですねこれちょっとなんか単位が難しいんですけれども換算してお話ししますとまず書籍ですね PDF、まあ、これあの文字ベースっていう意味ですね書籍本とかですねこれにこちらになりますと これが鉄の量と換算するんですが、資源、資源性ということですね。えー、これ大体ですね、10のマイナス4乗とか書いてありますけども、これが大体ですね、0.7グラム、0.71ですね、0.7グラム。このメガビットあたりって、まあ人、一定の情報量に換算してるんですが、えー、一定の情報量あたり、0.7グラムのものが必要な,なくなると。まあ、鉄ですね。鉄が七グラム、0.7グラムほどいらなくなると。本、本での知識ですよ。 の場合。で、この離情報っていうですね、ものですね。この離れてる情報っていうことなんですが、これは何かというと、こういうパソコンとかテレビとかですね、えー、そこ、その場所に行ってスイッチつけると情報がこう流れて入ってくるっていうものですね。これが離情報っていうことらしいんですが、こちらの場合は、えー、一定の情報量単位でいくと、えっ、ー、と、これだから2 9ムですか。マイナス3乗ですからね。2 9ム の鉄の量が必要なくなると、いらなくなるっていうことなんですね。で、こちら、もう一つ上に行くと、半情報ってあるんですね。これ、半情報って何かっていうと、もう自分に身についてる、身にくっついてる情報ですね。これ何かっていうと、スマホですね。スマホ。こうスマホになると、えー、なんとですね、鉄が4 5 0キロいらなくなるということなんですね。えー、まあこういう事実があるということなんですね。ですので、 知識が増えたりとかですね知識というか情報が増えるってことは利便性が高まるってことなんですね利便性が高まるにつれて鉄の量も減ってくるっていうのがこの表の意味するところでございます、はい、情報によってですねこの人間の,この利便性というのはどんどん高まっていくわけなんですけれども、まあ、鉄の量はねそれに比例して下がっていくということですねだ便利になっていくっていくとうことは、まあ 人間は抗えないんですよね。あの、昔僕の先輩でも、俺はもう携帯なんか持たねえよっていう、携帯が出,出始める時ですね。言ってた人いたんですけども、もう今はね、完全にスマホとか持ってますからね。うん。なので、えー、これを見るとですね、先ほど、えー、鉄は国家なりっていう話したんですけども、もう現在はもうシリコンは国家なりとも言えるんじゃないかなという状況ですね。ここからはですね、えー、過去の、 失敗例とですね、今の日本の現状をちょっと比べてみたいなと思います。こちらがですね、これ中国ですね。中国の写真になります。1950年代ですね。これはですね、毛沢東の時代ですね。人民製鉄って言いまして、これ、ここにいる人たちは農民の人たちなんですね。農民にですね、こういうなんか、こう、洋路みたいなね、個人洋鉱路みたいなのを作らせて、一人一人、 こうね、鉄を作っていくっていうことをやらせたわけなんですよね。ただやっぱり世界のですね、えー、こう工業製品工業生産っていうのはやっぱ競争ですから技術の競争なんでこんなことやってるとですね、えー、もう完全に置いていかれちゃうわけですね世の中から。でこれがもう完全に失敗したと、まあ、この頃6000万人ぐらいこう殺されちゃったっていうね共産党の怖いところなんですけどもまあこういう時代があったと。でか,あもうか,かっちゃったやですね 日本の今現状このリサイクルとかですね、えー、一人一人が頑張ってです、ね、やってるわけなんですよねただこれが本当に意味があるかっていうのはまたちょっと別の動画でもですねお話ししたいなと思うんですが、まあ、こういうですねもう工業,工業的にガガッとやんなきゃいけない量が多いですからねやんなきゃいけないことをですね、えー、個人的にやってみたりとかですね、えー、この人手に任せてやってみたりなんてすると。 もう完全にですね、えー、この技術の競争から、えー、大きくですね、外れて損害が出るわけなんですね。このレジ袋、有料化、ね、エコバッグをご持参くださいとかね、こんなことやってると、えー、もう完全にもうね、えー、技術部門からもう追いやられてしまうということが現状かなと。まあ実際結果としてそうなっちゃってるわけなんですね。はい、今の日本の現状というのは、まあこんな感じですね。 その結果ですねこちらのグラフですねこちら見ていただくとこれはですね1980年から2021年までのですね名目 GDP ですねアメリカと中国日本のものになりますで下のこの明るい黄色っていうかですね下のこの黄色が中国ですで上のこのオレンジがオレンジっていうか茶色っぽく見えてるのかなこれがですねアメリカですねで真ん中の青がですね日本なんですね これ見ていただくと、もう如実に出てますね。ここが95年のラインですね、ここ。この高いところから、えー、全然ですね、こう、上に行ってないんですね。横ば、横ばい状態ですね。変わってない。えー、中国はですね、こんなにギュンと上がってきてるんですね。まあ、これは、あの、ファーウェイとかね、そういうもので、こう、ギュンと上がったと思うんですけども、こうなってると。で、アメリカはもう常にこう、上昇傾向にあると。 というここなんですよ、ね、で,この差ですすよよねねの差アメリカはもう給料がもう3倍になったとか4倍になったっていう話になってますね、まあ、中国はもうそれ以上ですよねで日本はもう95年からですね90年代からほとんど変わってないんですねもうこの90年ぐらいになったところからですねバブルが終わった辺たりからこれは一体どういうことなのかっていうことなんですよねはい、えー、日本のですね発展はこの90年代ぐらいから終わったわけなんですよね終わっちゃったんですね これはですね、えー、技術とか産業のですね、大きな変化ですね。先ほどの最初にあった、えー、この図ですよね、えー。こういうふうにですね、産業の変化ですね、もう時代が変わったというところにですね、こう乗り込めなかったっていうのがやっぱり一番のあ範囲なんじゃないかなと思いますね。まあ、もう時代が変わって、ここに乗って、もうこれから伸びていくのに、えー ああいうねこういうリサイクルとかねこういうことに走っちゃったわけですねこっちに向かっちゃったんですね、えー、その結果やっぱり、えー、この GDP のこの差ができたのかなと思われますでここからはですね僕の考えになってくるんですけれども、えー、このですね GDP のこの表なんか見るとですねグラフを見るとやはりもう不自然にここからもう横ばいなんですよね別にここからですね日本国民はサボってこうなったわけではないんですよね あの産業で負けてこうなるんであればしょうがないと思うんですよ。やっぱり技術力が低かったってことですね。えー、しょうがないと思うんですが、まあ、ここはなんかは中国なんかはギューンと伸びてるんですよね。技術力というものがあるかどうかもちょっと定かではない中でですねこう伸びてるということなんですよね。でこの分ですよね、えーまあ、アメリカなんかと比べると、まあ、アメリカなんか所得がね3倍4倍って言われてますけども、まあ、こう伸びてる中伸びないというのはですね やはり直接的ではないにしろですね、やっぱり誰かに抜かれてると考えるのが普通なのかなと思いますね。あのー、まあ、直接ね、あの、講座からこう、誰かにこう、抜かれちゃうってことではないんですけれども、えー、先ほどのね、産業の方向を変えられちゃったりですね、まあ、変なあの、リサイクルの方向に行っちゃったりとか、えー、そういうね、方向を変えられちゃうっていうこともあったりすると思うんですよね。なので、やっぱりですね、あのー、 支配層ががあっってててそういううういいコントロールしてるるううに考えるのの普通なのかなかと思うんです私は、ねまあ、これはですねあのこういうお話をすると陰謀論だっていう方もいらっしゃるんですけれどもやはりねそう考えざるを得ない部分は多々あるのかなと思いますでですねこちらなんか例えば見ていただくとこれちょっと古い去年の去年の12月ですか1年ぐらい前ですねなんですけれども、まあ、都知事がですねあの 自動車、あのガソリンエンジン車ですね、これをですね、2030年までに、まあ、あとは、えー、9年ぐらいですか、えー、違うな、8年、7年8年でですね、えーまあ、ゼロですね、ガソリンエンジンだけの乗用車販売を、まあ、2030年までにゼロとかね、都知事が言うとかね、これはてどこの国の都知事なんだと思っちゃいますよね。だ今度はこうやってですね、えー、日本のもう技術の結晶ですね、結晶体である自動車、 ガソリンエンジンエジ車ですね、こういうのがもう矛先に、えー、もうね矢面に立ってるというかね、えー、なっちゃってるんですよねだこうなるとですねやっぱりこうどうしてこうなるのかなっていうねことになっちゃうんですねでこのニュースなんかを見てもですね見方によっては、まあ、ガソリンエンジンなくなるから環境にいいんじゃないのっていう方もいらっしゃるかと思うんですが、まあ、そういうところをですねやっぱり見方を変えていかないと 搾取されてていく方向に行ってしまうのかなと思いますそこでですねやはりあの過去の考えで、まあ、自分はできているんですけども今の我々できているんですが、まあ、それを完全にリセットしてですね新しい情報を入れ替えるっていうのは無理だと思いますコンピューターじゃないんでできないんですが、えー、正しい情報をですね、えー、正しい情報を入れて正しい考え方判断ですねこれを踏まえてですね 今、えー、今のの状状況を見た時にです、ね、今の現状ですすねね現こういった、えー、電気自動車がどうなのかとかですねリサイクルはどうなんだとか、えーまあ、もっと言うとコロナの今のこの状況はどうなのかなっていうのをです、ね、正しい情報を頭に入れて考えた時にですね、まあ、どう見えるか、えー、ということをですねやっぱり取り組んでいかないと考えていかないとですねやはりですねそういうコントロールされっぱなしで、えー、どんどん低迷していくのかなと思います。 なので、やはりこういう考え方をですね、少しずつでもですね、日常に入れていくのもね、非常に重要だと思います。こういう考え方っていうのは何にでも使えますので、えー、そういうふうにですね、していきたいなと思うところでございます。ちょっとね、カメラの位置がこのままだったんですけども。えー、はい。こんな感じですかね。はい。ということでですね、今回、こちらですね。 えー、まあ過去のね、事実を、事実から学ぶ、まあ経済失速の理由ということで,ですね、やってみましたが、いかがだったでしょうか皆さんね、どのようにうお感じになって、今後ね、考えていくかということなんですが、えー、少しね、こういうところも深掘りしていきたいなと思います。まあちょっとね、暗いお話が多かったんで、次回はですね、少し明るい話を、ちょっと未来の話もしていきたいなと思いますんで、えー、次回もよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。